プロジェクト世界夏休みラジオ。皆さんこんばんは、上白るい役の時俊一です。はい、皆さんこんばんは、天馬司役の広瀬大輔です。うん、我々のお当番としては最後ですね。なんと早いもんだ。なんと、はい、ということで今週もね、お便りから順番にゆっくりと紹介していこうと思いますよ。うん、でね、うん、お便りね、今ね手元にあるんだけれどもね、ほうほうほう、実はこの5回目までで結構お便りの内容とね、普通にフリートークで話しちゃってることがね、うん、消化しちゃってるのよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。だったらやっぱカラフルパレットさんが用意してくださったトークテーマ、あの素敵なテーマで話せと。はい、まだ手元に残っております。あ、本当ですか。ぜひこちらから一つ選んでいただいてよろしいでしょうか。いけないですか。はい、わかりました。いいんだけどな、うん、はい、じゃあね、じゃあこれにしようかな、うん、夏の思い出。本当にもういいよ、カラフルパレットさん考えよう。でも夏の思い出、やっぱ夏の思い出というか、プロセカで今年たくさんいろんな思い出をもらったよね。何うまくまとめようとしてんだよ。え、まあもらったけどな。いや、もらったよ。こんなにすごい濃厚な時間、うん、過ごすことってなくない？本当に何だろう、いろんな意味で新しいものをもらえてるよね。うん、うん、正直さ、このコンテンツでさ、ボーカロイドさん、ミクさんたちとかと一緒に歌ってるじゃない、うん、でもさ、それってなかなか今までやったことなかったでしょ、うんうんうん、このコンテンツならではなんじゃないかなって思うんだけど、 それがまたまず新しかったし、ストーリーの中で彼ら彼女らとストーリーがこう進んでいくとか、うん、でそれに対してユーザーの皆様、応援してくださってる皆様がすごいいい意味でいろいろなこうお返事とか感想をいただけて、うん、それでワンダーショーチャンネルっていうものが盛り上がって盛り上がって、うん、ついにもう11回目が昨日あの終わったところで、もう次はもう12回ってことで、もう1年になるっていう。なるね。ああ、もうなんか夏の思い出もそうですけれども、うん、夏っぽさの楽曲、今まで歌ってる中でこれ夏っぽいなっていうのだったらどれ？夏っぽい？夏っぽい？なんかあるかな。まあ別にワンダーショーにこだわんなくてもいいと思うんだけど、うん、ちょっと今携帯で調べてみようよ。もう楽曲多すぎてさ。ええ、まあ大輔氏はのんびりと探していただいていいと思うんですけど、なんかありました？行かないで。そうね、行かないでとか海売り海底団とか、あーいいね、そういう曲が今目についた楽曲一覧を見てると。うん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 、レオニって夏っぽさあるよね。爽やかだよね、シュワーってなんか、いいよ、清涼感、もう語彙力よ。シュワーってなんだよ、ウルトラマンだもん。清涼感よ、清涼感。いや、そうそうそう、なんかちょっと大輔氏のさ、はい、こうそれぞれのユニットのイメージを教えてよ。ユニットのイメージ、じゃあまずレオニはシュワーね。シュワシュワM みたいになってるけど、シュワ表現がシュワ。じゃあその 擬音でいこうか。ああ次次、モージャン行こう。モージャン、モージャン、モージャン、あ、モージャン、キルキル、キュルキュル。いいね、ここに来て、ここに来て大輔の才能が。ビビバス、ビビバス行こう。ビビバス、カスビビバス、どう、ビビバス難しそう。シュピーン。え、じゃあワンダショーは特集、ワンダショーちょうだいよ。ワンダショー、ワンダショー、うん、ワンダショーはね、擬音よ擬音。いきます、パーン。うわ、これ動画でやりてえ。これめっちゃめっちゃもうパーンな顔してた。あのさ、ちなみにニーゴはどうですか？ニーゴか、ニーゴ僕決まってる。ニーゴはね、ニーゴでしょ。じゃあせーので言おう。え、待って、ね、ニーゴでしょ、うん、はい、いきます、せーの、すん、うわー、マジマジで。すごい。ということで、それでは早速始めていきましょう、はい、夏休みラジオスタート。いや、びっくりしたわこれ。すごー、そうだよ ね今ね、二人で話してたね。そのなんか重苦しさではない、そうそうそう、ちょっとちょっと暗さみたいな、透明感みたいな、だからすん、いや、もう気持ちよかったということで、ワンダーランドショータイム最終日はこちらの企画をお届けします。ユニット最高チャレンジ、イエーイ。各ユニットが共通のチャレンジに挑戦して、その成績を競っていきます、はい、チャレンジはこちら、5分間
回答一致チャレンジ。ああそういうことね。ルールの説明です。はい。〇〇といえばなどいろいろなお題が30個用意されています。はい。どんどん答えていき、一致数が一番多いユニットが優勝です。はあはあはあ、現在の最高記録がモアモアジャンプのお二人で15問だったみたいなので、それを超えればいいんですけれども、1分間で6問超えられれば答えられれば30問全部挑戦できるとの計算になっています。1問10秒ね。そうね、はい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 、読み込む読む速度も含めてね、全部答えきれるかなということで、どうですか、自信のほどは。どうなんですかねこれね。まあまあまあ、さっきはあったけど、まああれだね、あえて相手はどう言うかじゃなくて、もう自分の思ったのを答えていこう。そうだね、そう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 。あれなんでしょ、15問答えられてるチームがあるんでしょ、はい、モアジャンが15問でしょ。無理だよこんなん。すごいね。すごくない？いやめちゃめちゃすごいよ。じゃあもう早速やってみますか。はいはいはい、やっていきましょう。はい、それではチャレンジスタートです。はい。自分が所属しているユニットの略称は、あ、もうこれはいきましょう。せーの、ワンダショー。いいですね。プロセカのキャラで友達になんなら、せーの、上白ルイ。次。プロセカキャラで一番声が大きそうな子は、せーの、天馬。はい、そうなりますね。自分が所属するならどこのユニット。あー、なるほど。いきましょう。せーの、ワンダショー。あー。犬派？猫派？せーの、犬派。はい。タイムマシンで行くなら未来過去。はい、せーの、未来。うん。一番思い出に残っているイベントは、なんだろう。待って待って待って、早い早い早い。まあとりあえずじゃあ楽曲のあれで言っていい？俺わかんないから、タイトル。そうね、はい、正式名称がパッと出てこないもんね。ええ、せーの、とんでもワンダーズ。おい、はい、行きましょう。よく遊ぶ楽曲は、来い、頼む。せーの、とんでもワンダーズ。っていうわけねえやな。はい。次、プロセカに入っている楽曲で一番譜面が難しい。いや、こんなんもう人も感覚やん。そうだね、行きましょう。せーの、初音ミクの劇場。あ、そっちか。なるほどね。はい、ワンダショメンバーの特徴的な掛け声といえば、ありがとうございます。せーの、ワンダホイ。プロセカで姉妹にしたいのは、姉妹、まあ、だから妹とか姉にしたいのはってことでしょうね。はいはい、いきましょう。せーの、カナメ。あー、なるほどね。プロセカで兄弟にしたい、兄弟。誰だろう。せーの、トウヤ。あー、楽しいこれ。好きな色はってなんだよっていうね。好きな色、はい、とりあえず答えましょう。せーの、ネイビー。はい、これはどうなんでしょう。怖いのはジェットコースター？お化け？せーの、お化け。おお、夏派？冬派？いきましょう。せーの、冬派。ウェイ。今何問目？タイムショックじゃねえんだから。はい、いきましょう。せーの、17。あー、なるほどね。友達と行くならピクニック？心霊スポット？せーの、ピクニック。うん。プロセカやるならスマホ派？タブレット派？せーの、タブレット。パン派？ご飯派？せーの、ご飯。目玉焼きにかけるのは？せーの、醤油。ウェイ。夏の風物詩といえば？せーの、風鈴。あー、なるほどね。アウトドア派？インドア派？せーの、インドア派。よし。好きな食べ物は先に食べる？後に食べる？せーの、先に食べ。ワンダショで欲しいグッズは？せーの、あれあれ、いいよ、考えていいよ。ちょっと待って、ワンダショで欲しいグッズか。え、むず。あ、はい、決まって、ワンダショで欲しいグッズでしょ、うんうん、な、これ俺、わかりました。いきましょう。はい、せーの、チケットホルダー。はい、次、海派？山派？ああ、せーの、山派。うん。夏の食べ物といえば何でしょう。せーの、スイカ。あなたが入学するなら宮城上校？せーの、上校。そりゃそうだろうな。旅行に行くとしたら国内、国外？
せーの、国内。うん、キノコ派タケノコ派、これはお菓子じゃなくていいのかな、どうなんでしょう。せーの、キノコ、タケノコ派。プロセカのリリース日は、え、頼むぞ、うん、え、合ってるかな。え、でも多分俺終わってるかな、ちょっと怖いな。いきます、せーの、9月の30日。おい、これはよかった。青系ですよ。青系、うん、青系、え、え、いやいやいや、青系です。ネイビーっぽいの何か、え、何か、ね、いや、ネイビー、青と、青とネイビー、いや、まあ、一緒じゃん。い、ま、え、でも結構合ってなかった？そうだね。意外と合ってたけど、あのさ、うん、姉、妹、兄、弟のところちょっと気になったんだけど、俺はね、妹と誰って、俺は M って言った。 M ちゃんか。 え、それは妹、俺は、いや、まあでも妹かな。あーね、あーね、あーね、まあ、兄弟もいますけど、うん、兄弟いますけど、まあ、だからね、うん、いとこがいい。M のいとこでお年玉めっちゃあげたい。もうなんかそう、俺さ、この前雑誌のねインタビューで、あのワンダショーの世界に行ったらどうしたいみたいな質問があったの、はいはい、俺もあのチームにも加わりたくないから。わかる。そう、 俺はフェニックスワンダーランドの理事になって支えたいって書いてあるの。もう遠くで見守っていたいの、あのチームを。わかる。え、同じ質問かもしれない。俺モブになりたいみたいなこと。モブになフェニラに来る。そう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 、いいね、いいね。いや、応援したいの。そうそう、制作とかでもいい。だから裏方とかで、ね、そう、音響とか代わりにやりたいみたいな。支える側ね。支える側がいいみたいな。もう仕事いっぱい彼らに取ってきてあげたい。僕奏でって言ったの。ああ、そっか。そう、なんか、え、どっち上と下と。姉かな。姉か、やっぱそっか。お互いあんまり干渉しなさそうっていうのが第一にあるのと、めちゃめちゃその優しそうじゃない。わかる。いや、わかる。いや、だからさ、俺どっちかっていうとなんだけどね、うん、まずさっきさ、上高と宮城のどっちって言ったじゃん。どっちでもいいの。俺先生として行きたいのよね。はあ、彼女彼らを見守る存在で、なんか干渉はしないの、はい、干渉はしないけど、頑張ってる彼らを、彼女らを見守っていたい。なる、遠くからね、うん、あの絶対にそこに隠れているのには気づいてるけど、気づいてないふりして、あ、帰れよって言いたい。司兄弟に欲しいですか。欲しいよ。欲しいですか。あんな子、あ、ちなみに僕はあの弟として、あ、まあ、でも確かに司は欲しい。確かにいいお兄ちゃんだしな。もうなんか家の風呂場で歌ってんだろうぜきっと。そのミュージカルで歌う楽曲とかを、ああとか言いながら歌ってんだぜきっと。あ、ちょっとずれたなみたいな。可愛い。で、あのこうガチャだけで、どうしたって言うと、あ、なんでもないって言いながら、多分練習をしてるの。家族全員に多分司は歌を風呂場で練習してるの聞かれてるの絶対。可愛いな。そうだけど、みんな微笑ましく、うん、あ、今日もやってるみたいな。今日調子悪いな。今日いいことあったのかな。そうそう、悪いことあったのかな、みたいなことをやっててほしいって思います。はい、あ、集計できました。はい、集計できたようなので、え、じゃあ発表していただきたいと思います。さあ、何ポイントだったんでしょうか。何も正解だったんでしょうか。はい、お、OK、やった。好きな色はネイビーと青で統一、一緒ということで、よし、青系統ってことで、うん、はい、じゃあ何問だったんでしょうか。よろしくお願いします。正解数は、おー、やったいいの、いえ、マジで16問でした。やったあ、本当にテンポよく行ったのが良かったのかな。え、ちなみに過去の皆さんは全問いけたんですか。あ、そうなんだ。しかも俺たちはあのあれですからね、25の世界観も合ってるから、もはや17問ですから。17問合ってます。すごい、すごいね。うわ、嬉しい。え、これ、あ、なんか1位になったらなんかいいことあるんですか。あ、別にいいんだけど。あるかもしれません。あるかもしれません。うわお、もうちょっと延長戦でラジオとかやらせてくれないかな。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございまし た。以上、5分間回答1チャレンジでした。はい、プロジェクト世界夏休みラジオ6日目エンディングのお時間です。はい、もう6回渡ってやってきましたけども、うん、最後でございます。はあ、早いっすね。早いよ。なんか新潟の人たちも、まあ、ラジオはやってらっしゃるじゃないですか、うん、だけどこうやって僕たちも、まあね、大ちゃんも前言ってたけど MC はやらせてもらえてるしありがたいですけど、こうやって自分たちが話すのもなかなかなかったですから
ね、楽しかったですね。そうだね、この後ニーゴの方々がねラジオやるけど、ニゴラジもあるじゃん。そう、別にありますからね。そうだから、どういうスタンスで来るのか、改めてまたね、あっちで話していないこととかもあるでしょうし、なんかあるんじゃないかな、裏話とかもね、いろいろ聞けるんじゃないですかね。ありがとうございます、はい、それでは、お時間となってまいりました。あれ今早いもんだ、次回は25時ナイトコードでから、田辺瑠衣さんと佐藤日向さんが登場いたします、はい、こちらも皆さんお聞き逃しなく、お願いします。6日間ありがとうございました。ここまでのお相手は広瀬大輔と時俊一でした。バイバーイ。